はい、皆さんこんにちは、マスクです。前回までの工程でこちらのポルタノバのグリーンカラーの方が完成したかと思います。サーティミッツの魅力って、ね、実はですね、こちらの機体をベースにアーマーパーツを乾燥するだけで全く印象の違う機体にコーディネートができるっていうところがあるんですよ。で、今回はですね、そのコーディネートするために必要なオプションアーマーのセットの一つを紹介したいと思います。はい、それがこちらになります。はい、ポルタノバのオプションアーマーセット、指揮官用タイプになりますね。はい、パーツ構成を見てみると、こちらの、フェイスアーマーと胸部アーマー、そしてこちらの肩アーマー、それとシールドのセットになっています。はい、でこちらを見ると、こんな風に、各部位に装備してポルタノバを強化せよって書いてありますね。こちらが、パーツの方を組み立てていきたいと思います。はい、こうやって見るとこんな感じでランナーパーツが2つ入ってる形になりますね。はい、肩アーマーがこんな感じで、フェイスパーツがこんな感じで、こちらが胸部装甲板ですね。でシールドがですね、こちらの、外側の方とこちらの内側の方になります。そしてこのオプションアーマーセットの特徴として、こちらのクランク型のパーツとこちらのピン型のパーツが入っている形になります。じゃあこちらを組み立てていきたいと思います。はい、組み立てなんですけれども、また説明書の方を先に見ていただこうかと思います。はい、こちらを見ると、こちら、肩アーマーですね。はい、オプションアーマーの E-3-12-11、 そして E-3、そして12番を、切り落とす形になりますね。はい、見ていただくと分かるんですけれども、肩アーマーの構成は、ポルタノバの基本の肩アーマーと作りは全く同じですね。はい、形とこちらの、肩のコネクターパーツの形が違うだけですね。はい、でこちらなんですけれども、作る時の注意点として、これですね、こちらの穴の開いているところを、アーマーの肩の外側の方にちゃんと入れてあげるんですね。はい、ね、そしてシロンアーマーと同じ肩の付け根につくるラッチのところを間違えないように気をつけて、で、で、これで肩アーマーの完成です。次はシールドですね。こちらの17番と14番の、パーツの2つの構成になっています。
シールドパーツの完成です。はい、シールド、確かにシールドですけど、どっちかっていうとなんかあの戦闘機とかそっちのシルエットにも見えるのが面白いですよね、これ。はい、はい、そしてこちらの胸部装甲板とこちらのリースパーツですね。ではこれからこちらの方を順次取り付けていこうかと思います。はい、こちらのまずフェイスパーツを外したこちらにで、はい、でこちらの胸部の装甲を外してあげます。でこちらをで、そして両肩のアーマーを外してあげて、こちらにカット。これで、このアーマーの完成が終わった形ですね。はい、見てください。ポルタノバも初期状態はあれでかっこいいんですけども、一気に何ていうかこうグリーンの装甲と赤いこのオプションアーマーのコントラストでこうヒーロー機体っぽく見えますよね。もしくはあのオーネムロボットもののライバルキャラが乗ってるような、いかにもエースが乗ってるっていう、そんな感じの、はい、ガラッと印象が変わる。オプションアーマーシリーズはこれが私も好きですね、非常に。はい、でこちらのシールドですね、こちらなんですけれども、付け方が、いくつかパターンになりますね。パーツの中にあったこちらの、ピン型のものですね、これをこうやって、アーマーの中の穴に取り付けて、どちらかの好きなこちらのどちらかの、腕の、こちらですね、かこちらどちらでもいいんですけども、こんな風に取り付けてあげてですね、もしくはクランク型の、ね、こちらで、これは完全に好みですね、どちらでも。私も初めてサーティミニ作ってコーラーマーをつけた時に本当にわー、こ
これはっていう感じでした。はい、他にも、いくつかのアーマーパーツがあるんで、そちらも順次、紹介していこうかと思っています。はい、ありがとうございました。